海大津田宗吉。文明論の概略は明治8年1875年に出版せられたようであるが、その著述は前の年からの仕事であった。明治の日本の進むべき方向はほぼその目当てがついてきたが、なお動揺と混乱等を免れず、民選議員設立の建白が行われたとともに、それと絡み合って旧体制の復活を夢見る者もあり、思想界においてもいわゆる西洋浸水の風があるとともに、急速保持を主張する者もあって、ともすれば人心をしてその奇数に惑わせていた時のことである。この書はかかる時に書かれ、かかる時に世に現れたものであることがまず注意せられる。この書の公害。第一章は物事の利害特質を考えるにはその本意、基準または基本というほどの意義であろうを定めることが必要であることを述べたものである。今日の日本の問題は進んで文明を追うのと、退いて野蛮に帰るのと、そのいずれを選ぶかにあるから、何事でもここに本意を置くべきだというのであろう。次に第2章では、今の西洋は文明の域に進んでいるが、日本はまだそこまで行っていないから、西洋の文明を学ぶべきだと言っている。文明を追うことの差し当たっての仕事はここにあるとするのであろう。さて、文明には精神と外形とがあるから、学ぶには精神を先にすべきだと説き、文明の進歩は人の天性である心身、特に精神を十分に、また多方面に働かせるところにあるという。ここで我が国の国体と西洋の文明を学ぶこととの関係を一つの問題として、国体とはナショナリティのことであって、政治的には国家の国民的独立を言うのであり、その国体を保つには西洋の文明の精神を学び取ることが必要であるということを力説している。第三章は文明の本質を考えたものであって、まず文明は人の生活のあらゆる事柄に関するものであることを説き、次に文明の根本は知徳の進歩であると言っている。また政治の上において君主制も共和制も制度そのものに是非があるのではなく、文明を進めるものであることが重要だと言い、君主制と文明とは矛盾するものでないと説く。次に第4章から第7章までは知徳についての考察であって、文明は国民一般の知徳の働きの総合せられたもの、すなわち人民全体の気風の表れであるので、それが文明の精神である。したがって知徳の預かるところの知覧後輩もこの気風によって生ずるので、一二の英雄などの力ではないという。しかし全体の気風といっても、それを動かしそれを指導するのは少数の指揮者であるとする。次に知にも徳にもそれぞれ公私の別があるという著者の独自の意見を述べ、それから知と徳との働きをいろいろの方面から比較対照した後、文明の進歩に関するものは徳よりも知であるとし、日本が西洋に学ぶべきものもまた知であるという。そうして知徳のありさまは時とところとによって違いのあることを説く。このように知と徳とは併記せられているが、それに関する歴史的事実を述べる場合にはおおむね知のみを言っている。第8章は西洋の文明の由来を論じ、第9章はこれに対して日本の文明の由来を考えて、西洋ではいろいろの思想が併存しているのに、日本では何事も政治的権力に支配されているので、それがために文明が進歩しなかったと言っている。最後に第10章において強い調子で日本の独立を論じている。日本の文明が西洋に及ばないということが、日本が西洋に制圧せられるという感じを起こし、そこから国の独立を憂えることになるが、それのみでなく外交についても貿易においても
日本と西洋の諸国とは対等の地位にあるのではなく、また西洋人は日本人に対して横暴な挙動が多い。それであるのに、日本人は維新、この方は旧来の秩序も道義心も捨て去って、重荷を下ろしたような心持ちになり、気分が緊張していない。個人間の同権は論議するが、国際間の同権は主張しない。憂うべき状態である。しからばどうすればよいか。それは外国との交際を盛んにすることによって、独立の基礎を練磨するとともに、日本を文明の域に進めることのほかにはない。国民に国家を独立させる精神がなくては、文明も我が国の用をなさぬ。文明は文明自らに意味があるけれども、今日においては西洋諸国に対して日本の独立を全くするために、それを目的として西洋の文明を学び取らねばならぬ。こう説いて第一、第二の両章に照応させ、それによってこの文明論の概略を集結させている。以上は文明論の概略がどういう組み立てで書かれ、何事を問題として、それをどう取り扱っているかということを、章の順序に従って概観したものであるが、次にはこの書に現れている主なる思想を簡単に取り出してみることにする。この書の主なる思想。この書において第一に気のつくのは、文明の根本は人の精神の働きの活発であること、特に知力の旺盛なことであるという考えである。知と徳とが文明の二つの要件であるとは言っているが、知の方に重きを置いているので、文明と野蛮または未開の状態との違いも、日本が西洋に及ばないのもこの点にかかっているとし、徳の光の現れるのも知の力であると考えた。蘭学に始まった西洋に関する知識の主なる側面と、日本人を驚かした西洋の近代文明が科学の発達から導かれたものであることを知ったのと、またこれまでの日本人の思想を支配していたいろいろの道徳観念が日本の文明の発達を妨げたところのあることを悟ったのと、これらの事情が福沢の思想に強く働いたのであろう。神道や仏教や儒教やに対する不信と反抗とも、ここに一つの根拠がある。この知力の働きは事物に対する義となって現れるので、そこからいわゆる九理の学、すなわち自然科学が生じて、自然界の定則を発見し、人が自然界を支配することになり、そうしてそれが近代文明の標調とも原動力ともなっているという。そうしてそれがさらに一歩進むと、人間生活にも定則のあることが考えられてもくるという。この章にはところどころに自然界の現象によって人事上の現象を説いているところがあるが、これは比喩として言ったのではあるけれども、その根底には人事も自然界のと同じ性質の定則によって動くものと考える傾向がおぼろげながら潜んでいるように見えないこともない。ガリレオとアダム・スミスとを同列において考えた場合のあることも思い合わされる。もしそうならば、それは人事を考えるについて、自然科学の成果または方法を適用しようとする考え方が、西洋の学会または思想界の一部に新しく現れてきたことに導かれたところもあろうか。知力が人事の上に働くことについては、一方でその定則を発見するとともに、他方では自由の精神がそれから生じて権力や因習を打破するようになり、そこに文明の進歩のあることが説かれている。この自由の精神は事物の断りを知り、それによって判断し行動することにおいて現れるので、そこに知力の働きがあるというのであるらしい。権力や習慣の抑圧に対して自由の主張をせられるのも、人は皆
人であることにおいて平等であることの考えられるのも、知識が日々に新しくなっていくのも、ここにその由来があるとせられている。文明の世の特徴の一つとして、人の活動が複雑多様であるといい、いろいろの思想が並び存し、それが互いに働き合って文明が進むとも言っているが、これもまた知力が盛んであるからのこととせられている。個人の自主独立を尊び、権力に依存し服従することを卑屈として非難し、また神道や儒教の権力依存主義、証拠主義を廃し、仏教や耶蘇教に対して一種の合理主義的な考え方による批判を加えているのも、皆ここから来ている。もっとも合理主義的な考え方をしたことには、福沢が少年時代に得た儒教の教養も預かっているのであろう。儒教思想の一面にはかかる傾向があるからである。文明の根本は人の知力の進歩にあるとして、ここに2つの問題が起ころう。一つはその知力がどうして進歩するかということであり、一つは知力とは何人の持っている知力を言うのかということである。前の問題については、文明とは人が天然に受け得た心身、特に精神を十分に、また多方面に働かせるところにある。人は天性がおのずから文明に適するものであるというふうに言っているのを見ると、知力はもともと人に備わっているものであるが、それの十分に働かないのが野蛮の状態であるという考えらしい。けれども、それが何故に働かないのか、またその働きの活発になっていくのがどういう事情からであるかということについては、はっきり説明せられていないように見える。武力または政治上の権力によって世が支配せられていた時代、生活が簡単であるところでは精神の働きが弱いとは言っているが、この因果の関係は反対に考えられているように返せられる場合もある。あるいはその間に相互的関係があるということになるのであろうか。ともかくも、この問題については明らかな回答が与えられていないようであるが、これは文明の性質を説くのが趣旨であるこの書では、知力の働きの活発であるところに文明が発達するという点に主なる注意が向けられ、それが明らかになればよいからであろうか。次に、後の問題については、一国の文明は国民全体の知力によるので、それは一般の気風とも言うべきであるが、人の知遇は一様でない。国民の多数は智者でも愚者でもなく、その中間にあるものであって、智者に導かれなくては知力の働きを高めることができない。智者の優れた意見が今日は多数人に理解されずして異端視せられても、明日は一般の常識となるのもこのためである。だから国民全体の知力といっても、実は少数の知者の持っているものであるが、多数人の知力がその水準に引き上げられていくことによって文明が進歩する、こういう考えのようである。なお、徳についての考えにも注意すべきことがある。福沢はいわゆる私徳は家族およびそれと同じほどな情愛のつながりのある間にのみ行われるものと見ていたようであるが、別に社会人として文明の進歩に貢献する働きをする公徳のあることを認めている。社会という語はこの書のどこにも用いてなく、一般にもこの頃にはまだ広く行われていなかったかと思われるが、社会生活を人間の交際という語で表現している。福沢は広い社会における人々の行動は私利に基づくものと考えていたらしいが、文明の世においては人は皆社会全体の公理を図らねばならぬと考えていたようである。自由は奉仕を言うのではないから、国法や社会的の
約束を守るべきだと言い、この書には見えないが、人の能力や地位職分などは不平等であるけれども、人としての権威は平等であるから、人はそれぞれの地位職分を守りながら同じ人として互いに敬愛すべきだ。学問の進め2編岩波文庫初秋と説いているのも同じ考え方である。個人として不器独立であるべきことを強く主張するとともに、というよりもそうすることによってというべきであろうが、国家のことは国民の全体が力を合わせてそれに当たらねばならぬことを力説しているのもこれと通ずるところがある。これまでの日本人の権力に対する卑屈な態度や儒教道徳の弊害を強く排撃するとともに、こういう意味での新しい道徳を立てようとしたのである。それはいわば文明の社会の道徳であろう。この書の特殊な用意と思想的傾向。なお、この書で論ぜられていることには、当時の福沢に特殊な思想的傾向及び当時の日本の情勢による特殊の用意があるように見える。その一つは文明というものについての一般的見解を述べるとともに、現在の西洋の文明と過去の日本の文明とについての歴史的考察を試みることであって、それは軽有な西洋崇拝と顔面な西洋排斥と、また得意の国俗を持っている日本が西洋の文明を学び取ることについての種々の疑惑との、行われていた当時の情勢に対応するための企てであったと解せられる。西洋の文明が決して完全なものではないこと、また道徳的には西洋人にも欠点が多く、この側面では日本人は西洋人に劣らないことをかなり強い調子で説いているのもこのことと関係があろう。次には、何事についても政治に関係させて、または政治に重点を置いて考えていることである。日本の文明の発達しなかった原因を論ずるにあたり、すべての事柄にそれぞれ権威の偏重があったことを言っているが、それを小説する場合には政治の権力のみが偏重であって、何事もそれに追随し、またはそれに抑圧せられていることを論じているのはその最も著しい例である。シナと日本との文明を比較したところにも同じような考えがある。個人と社会との関係などよりも政府と人民との関係を考えることの多いのもそれである。この傾向は前編を通じて至るところに見られるので、今日の読者には文明論としてはやや異様の感があるかもしれぬ。しかし西洋の文明との接触が政治上の大変動を導き出し、またその変動に伴ってその文明を取り入れることが一層強められてくるとともに、それがまた政治上の改革を促すようにもなった当時の形勢において、こういう考え方のせられたのは自然のことであろう。あるいはそこにもまた政治の術を説く儒教思想の影響があったのではなかろうか。けれども当時の急激な民選議員解説論に対してはあまり同情を持たなかったようであり、国民の会議は急には行われぬと言っている。これは文明の外形たる制度を模倣するよりも、まず文明の精神を学ばねばならず、国民の知力の働きを高めるのが今の日本の第一の急務であるという主張から来ているところもあり、政府に先制的な態度があるとすれば、それは人民が文明に進んでいないからであるとして、いたずらに政府を攻撃することを非とし、特に民権論者に粗暴なところのあることを難事、相反する論議の極端な点のみを見て、互いに争うことには弊害があるとする考え、また抽象的概念によって物事を考えるよりは、すべてを実際的に取り扱おうとする深
福沢の平素の態度などとも関係があろう。天賦人権説を理論としては容認しているらしく見え、政府の権力を制限する必要も知り、また早くからイギリスの憲法政治を賛美していたらしいにかかわらず、こういう態度をとっている。板垣などの権限を見ると、その趣旨にはこの書に書いてある福沢の思想と一致するところが多いが、何よりも議員の設置を急務とする主張と彼らの行動とには同意しかねたであろうと解せられる。ついでに一言しておく。当時の民選議員論は、その理論的根拠においては君主の権力に対して人民の権利を主張する西洋の政治思想に由来するところがありながら、現実の我が国の問題としては政府の専制を廃し、政治の責任を国民が負うことによって皇室の安泰を図る意味を含んだものであるが、この点は福沢の賛成したところであろうと推測せられる。福沢は我が国に特殊な事実として皇統の一系であることは、上に言った意義での国体、すなわち国家の独立を失わなかったことの印であり、国体が保たれれば皇統を維持することは容易であると言っているが、イギリスの政治と王室との関係を知っている福沢は、民選議員が皇統の維持についても意味のあるものであることを承認したであろうと考えられるからである。民情一新福沢諭吉全集第五巻初秋。次には、権力に屈せずして人民が独自にその働きを示すべきであるという主張であって、いわゆる不器独立の精神もその重点が主としてここに置かれている。学問が政府によってではなく人民によって行われるのが西洋文明の長所であると言っていることにもそれは現れている。学者は官に仕えるよりも独自にその仕事をせよ、学問の進め四篇と言って学者仲間の反対を招いたのもそのためであるが、これは福沢自身の実行したことである。しかしそれとともに、宗具に従うべからずとして俗論に迎合することを戒めてもいるので、そこにも不器独立の一つの意味がある。次には、共和を尊ぶ精神の至るところに現れていることである。意見の対立とても、主張は十分に主張しながら親しく切磋論議すれば、互いにその真意を知って一致の行動をすることができるとし、政治家と学者とは職分は違うが、互いに協力して文明を進めるべきだとする。政府と人民とも各々その職責を分かち、相生することによって共和が行われるとして、民選議員もその一つの方法であると考え、人民は政府は先生であると言い、政府は人民は無知であると言って闘争することを非とするのも同じ意味である。民間雑誌国権過分の説全集第19巻初秋。文明は種々の思想の併存するところにあるというのも根底にこの考えがある。次には、今日の雄は外交交際にあると言い、西洋諸国に対抗する意味において国民が協力して国家の独立を守ることの必要を強く主張し、西洋の文明を学ぶのも差し当たっての目的はこの独立を全くするところにあるとするのである。この書には見えないが、一人の独立と一国の独立とを同じ精神の表れであるように説いているのも学問の進め三篇。福沢には自然な考え方として注意を引く。国家を軽視する傾向のある八祖教をこの意味でも喜ばず、やはりこの書には見えないが、当時の状態においては西洋人の内地雑居を許すのは良くない。民間雑誌外国人の内地雑居を許すべからざるの論全集第19巻初秋といったのもこれがためである。
これには外交や経済の上で西洋諸国の圧迫を強く感じ、我が国及びアジア諸国におけるヨーロッパ人の凶慢横暴なる態度行動と、それに対する日本人の卑屈な迎合的な言行とに誘い出された激しい反抗心から出たところもあるとともに、それはまた福沢の独立不帰な気性の表れでもあろう。それとともに条約改正の要求せられ、西洋諸国に対立するために我が国の富の増加に努力しなければならぬことの痛切に感じられた時代の考えでもある。福沢は国家の独立についてのこの信念を学問の進めおよびその他の論調においても力説している。最後に西洋の文明を学ぶべきことを主張しながら、宗教に重きを置かない態度をあぐべきであろう。これには上にも言ったごとく儒教の影響もあり、また日本の志士知識人の道徳が宗教によらずして保たれてきたからのことでもあるらしい。文献論福沢全集第4巻初集、時事将軍全集第5巻初集。しかし安教に対しても同じ態度をとっているのは、当時西洋の文明を学ぶにはその根底となっている安教を信ずべきだという意見があったために、それに反対したのでもある。さてこの書ではこれまで見てきたような思想を我が国の歴史上の事実に調して説明し、またはそれによって議論を展開している。そこで次には福沢の歴史観のいかなるものであるかを考えてみなければならぬ。この書の歴史観、福沢の歴史観として第一に注意を引くのは、世の中は進歩するものであるということである。上代はいずれの民族も皆野蛮であったが、それが未開の状態に進み、さらに文明の世となった今の文明とてもなお進歩の途中であるものであって、これから後ますますそれが進んでいく。人の精神の発達は無限であるというのである。未来における文明の無限の進歩を考えると、今の日本と西洋との差はただ一歩の前後に過ぎないとも言う。そこに未来に対する楽観的態度があり、日本の進歩についての大いなる期待もある。これが儒教や神道の証拠的、解雇的な歴史観を否定することになる福沢の根本思想である。今日では世の進歩ということは一つの常識となっているが、当時では新規の説であったに違いない。福沢においては西洋の文明の近代に入って著しく進歩してきたことを、今なお日々に新たになっていく現在の事実と親しく見聞し、またその過去の歴史に関する知識を得たことから、こう考えたのであろう。ただ世界の至るところに今なお野蛮または未開の民族があり、西洋のみが文明の域に進んできたのはなぜであるかということは深く考えられていないので、それは上に知力の働きがどうして盛んになるかの明らかに説かれていないのと関連がある。偽造によってヨーロッパの文明の由来は説かれているが、その由来を成したいろいろの事柄の発生した理由は考えられていない。自然地理上の現象が文明の進歩に及ぼす力などにも重きを置かなかったようである。第2は、世を動かし文明を進める者は英雄や政府の力ではなくして、一般人民の知力の働きであり、その意味での自制であるという考え方であって、君主は政治的権力者によって世が動かされてきたように見るこれまでの歴史観が、それによって否定されることになる。従来の歴史は政府の歴史であって、人民の歴史ではないとして、それを非難するのもここに根拠があろう。ただしこの人民の知力というのは、それが文明を進めてゆく働きをする場合のこととしては、民衆の間において優れた知力を持っているものか、
またはそれによって次第に導かれてきたことによって生じた一般民衆の化を言うのであるから、これには上に言っておいた一国民の間における知力の優劣とその働き方とに関する考えと関連するところがある。そうしてそう考える以上、権力者や君主が優れた知力を持っている場合には、それが民衆を指導して世を動かし、それによって文明を進めてゆくことができること、またよしその時に民衆を率いることができなくても、その効果が後の時代になって現れることを許さねばならないであろう。こう明らかには説いていないにしても、論理的にはこうなる。ただこの場合でも文明を進めてゆく者は知力であって権力ではなく、またそういう権力者の思想も一般民衆の働きとなって初めて世を動かすようになるという点に、従来の歴史観との違いのあることは認められねばならぬ。世が進まず文明の沈滞するのも、君主は権力者の責任ではなくして民衆の知力が足らぬからだとせられることは言うまでもないけれども、時勢の形作られ歴史の動いてゆくのは知力の働きによるのみではなく、尋常の預かるところの多いことが考えられてもいる。例えば王政一新は幕府に対する知識人の不公平の情に誘発せられたもののように言っているし、この書ではないが今の民権論にも政府に対する不平がこもっていると考えられている文献論など、この不平とても知力のある者において生ずるように言ってはあるが、不平の情そのものは知力の働きとは別のことであろう。ただそれとても一般民衆の間に広がった場合に初めて時勢を形作り世を動かすようになると考えられているらしい。この不平論には自ら言っているごとく福沢の少年時代の経験から得たところもあるのであろう。しかし世を動かすものは英雄や政府の力ではなく時勢であるということは、人の力と働きとを無視することでも世の変化を知力の足らぬのが常である多数人や、または下層階級の者の行動によるとすることでもなく、また与えられた状況に全てが支配せられるということでもない。人の力の重んぜられていることはこれまで見てきたところでも知られ、我が国のこととしては一般に詩人の意見行動が重要視せられている。また時勢に適応して民衆にその力を十分に働かせるところに英雄の仕事があるとも、時勢のままに放任すべきではなく学者がそれを正しい方向に導かねばならぬとも言っている。これらのことには当時の日本の状態によって考えられたところもあろう。特に西洋の文明を学び取るには政治家や学者の力に待つところが多かったことを考えねばならぬ。第3には、歴史の動いてきたその時々の人の態度についての見解である。文明が進歩してきたものであるとすれば、それは昔から次第に生活の状態が変化してきたことを示すものであるが、その変化はいたずらに旧物を破壊することによって行われたものではないというのが福沢の意見のようである。現在のこととしても、今日の文明は個人の遺物であり先進の賜物であるから、それを受け継いでさらにそれを進めてゆくのが文明の進歩であるという、学問の進め9編。こうはっきり言っているところはこの書には見えないようであるが、こういう考えのあることは前編を通読すればおのずから感知せられ、文明がこれから後ますます進んでいくという考えの根拠もここにある。真珠仏の教や八祖教とても過去の時代にはそれぞれ用を成したものであるのみならず、
今日でもその働き方によっては、すなわち文明の進歩に適するようであるならば、その存在に意味があると言っているのは、そこに文明の進歩という思想が含まれているとともに、その進歩が旧物の破壊という形において行われるものでないことを示したものでもある。藩と藩との対立していた時代に藩のために尽くした武士の心情は、国と国との対立している今日の情勢においては国のために尽くす心情となるべきであるという考えにもそれが見える。いたずらなる西洋浸水を難じたことにも、我が国の旧慣を何事でも破壊しようとする態度を非とする意味が含まれている。後の著述においてではあるが、遺伝の学説を根拠として士族の家の尊重すべきことを説いたこともある福沢は、事柄によっては保守的の見解を持ってもいたのである。時事将軍、政治に関しても暴力をもって秩序を破壊することは容認していないので、そのことは民情一新に明らかに説かれている。西洋の文明を学ぶことが何よりも急務であることを強く主張した福沢に、こういう考えのあることを怪しむものがあるかもしれぬ。しかし文明の進歩の根本は知力にあるとし、それを妨げるものを覗き去ろうとすることにおいては少しも躊躇しないが、知力を重んずるということは、それによって内部から全時に文明の状態を作り出していく意味であって、それに適しないものは長い間におのずからその力を失うことになると考えられるから、よしそれがいつも滑らかに行われるには限らず、いろいろの紛争の起こる場合があるとするにせよ、外部から急激に旧物を破壊することはこの考えに背くものである。また多くの思想の併存するところに文明の一つの姿があるという考えからも、従来のものにある程度の価値を置くことになる。これは現在において取るべき態度といったものであるが、知力を文明の根本とするのは歴史によって遂行したことであるから、歴史の成長の経路はやはりここにあるように考えられているのであろう。暴力的破壊の行われたことがあっても、それは文明の進歩を妨げたことになるのである。そうしてこういう考え方には、闘争を非とする福沢自身の思想的傾向と、当時の日本の思想界政治界の情勢に対する観察とから来ているところがあろうか。この書で日本人の兵習を除くことを主張しているのは、維新以来の一般の風潮に応ずるところのあるものであり、早くからその風潮を導いてきた福沢自身の態度の引き続きでもあるが、勢いの赴くところややもすればいたずらなる破壊を喜ぶ傾向の生じたのに対して、警戒を加える必要が感じられたであろうと推測せられる。さて、第四に思い浮かべられるのは、歴史の進行の過程に関する何らかの一般的見解があるかということである。この書では文明の発達に3段階のあることを説いてはいるが、それは具体的な歴史の進行の過程を言ったものではない。福沢は歴史家ではなく、この書でも歴史を講じたのではなくして文明を論じたのであり、ただ文明のいかなるものであり、いかにしてそれが進んできたかを歴史に長して考えたのみのことであるから、こういう問題について考えられていないのは当然である。ただこの書でも人事に定則があるということが言ってあるから、歴史の進行にも何らかの定則があるように考えられているのではないかという疑問が起こるが、人事に定則があるというのは、その時々の社会現象についてのことであって、歴史の進行の過程についてのこととして考えられたのではないようである。人事には何事についてもそうなった原因があるから、
それを考えねばならぬと言っていて、それは歴史上の現象についてもいわるべきことであり、現に至るところでそれを考えているが、それも問題とした何事かを歴史のうちから取り出してのことである。こういう仕方での原因の探求は不完全ながら、これまでの試論においても試みられていたので、知覧荒廃というような形での世の動いてきた原因を君主や英雄の真実行動に求めたのもその一例であり、この書ではそれと違ったところにそのことの原因を記したまでである。もっともこの考えを歴史の全体に及ぼすと、歴史の進行を因果の連鎖として見ることになろうが、歴史家ならぬ福沢はその連鎖を全体にわたって手繰ってみることはしなかった。そうしてまた、歴史が因果の連鎖であるということは、その連鎖のあり方に定則があるということではない。この書には何らかの事業を初めて行った時、初歩には良い効果があっても、それに権威がついてくると、次の段階第2歩ではそこからかえって弊害の生ずる場合があるというような、歴史の進行について興味のある観察をしたところもあるが、それとても一般的の定則として考えられたのではない。なお、人の行動は私利に基づくという考えのあることから見ると、その利を物質的なものと介して、歴史を動かす力は人の物質的欲望にあるとし、そこからまた歴史の進行は物質の力によって支配せられるというような考えが引き出されるのではないかという疑いが起こるかもしれぬが、歴史が文明の進歩の後であり、そうして文明が人の精神の働きであり、心が多方面に動いて、その間に変調のないところに発達するとすれば、そういう考えはこの書に説いてあることとは全く違うと言わねばならぬ。福沢は世間で言われているごとく富を尊重してはいるが、人の生活がそれのみによって動かされるものと考えなかったことは言うまでもない。文明の要件としても、衣食の豊かなることのほかに心の交渉であることが説かれているのでも、それは知られよう。ところで、こういう文明観、歴史観のうちには、著者自ら言っているごとく西洋の学者の説に由来のあるものがあるから、次にそのことを考えてみよう。この書の思想の1、源泉。福沢の文明観、歴史観に、魏蔵のヨーロッパ文明史及びバックルのイギリス文明史から得たところがあり、その名を挙げて引いていなくても、それによって書かれた部分のあることは従来の福沢研究家も認めている。2書ともに明治の初期の日本の学者に喜んで読まれたものであり、文明論の概略の著作と前後してその翻訳も試みられている。魏蔵のは我が天保時代の初めに世に現れたが、バックルのは安政年間に出版せられたものであるから、これはわずか14年後に日本に利用されたことになる。文明史というものは人物の行動や歴史的事件の叙述ではなくして、民族生活の一般的状態の歴史的考察である。魏蔵はヨーロッパの文明を解剖学者のごとく解剖し、生理学者のごとくその社会の各般の機能を研究し、歴史の内面に動いてきたものを明らかにしたと評せられているし、バックルは史学に自然科学と同じほどな性質を持たせようとし、またそれによって人間生活とその動きとの一般的定則が求められるように自ら言っている。文明史というものの成り立ったのも、それについてこういうような取り扱い方のせられたのも、19世紀のヨーロッパの学会の一方面に流れていた主張の現れであって、いろいろの批評を受けながら当時において一種の力を持っていたのであるが、
君主や英雄の行動を記した従来の史書を読み慣れていた日本の学者は、歴史のこの新しい取り扱い方に特に心が惹かれたのであろう。魏造のとバックルのとは同じく文明史と名付けられてはいながら、その根本の思想も考え方も研究の目的も違っているが、そのことは当時においては深く注意せられなかったかもしれぬ。さて、この書においては第8章の西洋文明の由来を考えたところが主として魏造によったものであることは本文に明記してあるが、第3章で文明は人の生活のあらゆる事柄に関するものであることを説き、文明とは言われない民衆の生活の4つの状態を仮想して考えているのもまたそれである。第2章で文明の世には人の精神の働きが多方面であることを説いた部分も、また現代ヨーロッパの文明は歴史的に別々の由来のある多くの要素を持ち、さまざまな異なった思想を含んでいるところにその特色もあり、他の文明に比べて優れている理由もあるので、進歩も自由もそこから生まれるという魏造の説から脱化してきたものであるらしいことが、その次に支那と日本との文明の比較をしたところに見える考え方から推敲せられる。ただこの章では文明に多くの要素があるとは言わずして、さまざまな思想が併存していて、その間に偏重がなく、先制的権威を持って強いてそれを一つにしないという点が取ってあるので、第8章の初めでもそうなっている。しかしこの章の全体は魏造によって書いたのであるから、それに対照して説かれたように見える第9章の日本の文明の由来に関する考えは実は対象になっていない。また魏造が文明の進歩には社会と個人との2つの面があると言っていることには重きを置かずして、第3章で文明は人心の安楽と心の交渉とにあるという言い方をしている。これはイギリス語訳のアメリカ版の脚注に、文明とは物質的欲望が満たされるとともに知的道徳的の教養の高いことであると言ってあるのを取ったもののようである。人間の交際ということをいろいろのことについて重要視してはいるけれども、個人に対する社会、また社会の機能というようなことが当時においては一般にはっきり考えられていなかったのではあるまいか。また魏造が個人の道徳についてキリスト教の働きを考えているところも取っていない。こういうこともあるが、文明の根本義を説くについて魏造によったところのあることは明らかである。福沢の思想には質繰り適合しないように見えるにかかわらず、またやや魏造とは違った意味においてではあるが、プロビデンスの観念をさえ取り入れているのも魏造に惹かれてのことらしい。なお断片的に魏造から取ったことはところどころに見えるので、例えば用語の意義を考えるには学者の説よりも一般人の常識による方が良いというようなこともそれであるが、こういうことをいちいち挙げるにも及ぶまい。魏造が文明の進歩について解説しているところでは、知と道徳との2つのことを言ってはいるが、それについて細かい考説をしていないのに、この書では第3章の上記のところで文明は要するに知徳の進歩だと言い、第4章から第7章までにおいてそれに関するいろいろの議論を展開している。ところがそのうちで知と徳とを対照してその働きの違いを説き、文明の進歩は徳よりも知によることが多いと言っているのはバックルに基づいたものである。また政府や英雄の力で世を動かし文明を進歩させることはできないとし、知徳の働きはその時代その国の状態によって違うとし、人民一般の気風というものを重く見る考えもバックルから来ている。その他にもバックルによったらしく見えることはいろいろあって、義を起こすことの重要性を説いたのも上に言った国民の知力についての考えもその例であるが、
ここでもまたそれらをいちいち挙げるには及ぶまい。ただバックルのごとく知的道徳的進歩は人自身に備わっている働きによるのではなくして環境の力であるというふうには極限または外限せず、また自然と人との交渉を考え文明の進歩すると否とは自然現象の遺憾によるとするような私学の性質を上記のごとく考えるバックルにとって重要なる思想にもさして注意していない。前の方については文明の根本である知力を人の本性とする考え方とこれとの間にはいくらかの一致しないところのあることに気がついたからかもしれぬ。また後の方については、あるいはヨーロッパの文明を学ばねばならぬとすることと我が国とヨーロッパでは自然現象に違いのあることとの間に考えねばならぬ問題があるのと学ぶべきことの最も重要なものは自然地理的制約を超えた自然科学とその成果とであるとのためでもあろうか。あるいはまた人事に定則があり統計法によってそれの知られる場合があることを言い、それについてバックルから引用したところがありながら、また人事の定則も自然界のと同じ性質のもののように考える傾向さえもあるかと思われる節もありながら、私学に自然科学の性質を与えるというようなことが歴史家ならぬ福沢には興味がなかったという事情があったかもしれぬ。根本的に言うと、人事に定則があると見るにしても、それを自然界の法則に偽することは、この書の全体の考え方とは少なくともその焦点の置き方において調和しないところがあるように解せられる。この書の説と偽造及びバックルとの関係はこのように考えられるが、歴史に調して自己の見解を述べるその方法もまたこの二科から学ばれたところがあるのではなかろうか。もっとも二科の著は文明史であるのに、この書は歴史を考えるのが趣旨ではない。また文明史は文明の諸現象がいかにして生じ、民族生活の状態がどうしてそうなったのかの観察もしくは研究であるのに、この書の目的は今日の日本の国民がいかにして文明を進めていくべきかを考えるところにあり、むしろ形成の策を説いたものと言うべきものである。ただ文明の何であるかを説くために二科の書から借りてきたところがあるのみのことであって、主とするところは日本人の取るべき行動態度に関する主張であり、したがってそれには人とその働きとが重んぜられている。そうしてまたそれには偽造のこの著ともバックルのとも関係のないもの、または薄いものが多い。なおこの書には見るから得た思想もあるように見える。個人の不器独立を説くことにそれがあるのみならず、シナの文明に関する見解などもその自由論の説と通ずるところがある。また大義生態論はその名を挙げて引用している。このように福沢は西洋のいろいろの学者の思想によって自己の見解を養ったのであるが、しかしそれがために日本の事柄についてはいくらかの誤解も生じているので、神代には神権政治が行われていたように考え、土地人民が皇室の私有であったように言っているのもその一例である。がこれは日本の歴史の学問的研究がまだ起こっていなかった時代のことだからである。しかし全体から言うと西洋の学者の説についても言い合ってかなくてかは知らぬが、それに取捨を加えているのみならず、あるいはそれを補い、あるいはそれから独自の見解を引き出している。そしてこの態度は学者の思想においてのみならず、学ぼうとする西洋の文明そのものについてもまた同じであることは、いたずらなる西洋模倣を非としていることからも知られる。しからば福沢は西洋の文明を学ぶことにいかなる意味があるとし、またこの文明論の概略を何のために書いたか。この書の意図、
この書は文明論の概略と名付けられている。文明という語は福沢の著書では早く西洋事情の第一編にも使われていて、それには武備に対するのと、これまでの慣用語では文運の進んでいる状態とでも言うべきことにあたるのと、2つの意義で用いてあるが、後の方のはシビリゼーションの訳語として、それを用いることを誘ったらしく、明治時代になるとそれが一般の慣例となった。実はこの意義での文明という概念がこれまでの日本にはなかったのである。ところがそれにもまた2つの用い方があった。一つは民族生活の一般的状態を言うのであって、性質も程度も違うものでありながら、どの民族どの時代についてもそれが言い得られる。野蛮も未開も文明の程度の低いものとして考えられる。他の一つはこういう文明の程度の高いものを特に指して言うのであって、当時においては西洋の文明がそれであるとせられ、通俗には文明といえば西洋人の生活状態のことと思われていた。そこで日本の古来の文明ということが言われるとともに、日本はまだ文明の域に進んでいないという言い方がせられ、文明に進むには西洋の文明を学ばねばならぬと言われたのである。しかし西洋の文明のいろいろの状態は見聞によって知られても、全体としての文明とはいかなるものであるか、その本質がどこにあるかということはかなり難しい問題である。そこで正しく西洋の文明を学ぶことによって日本を文明の域に進めて行かねばならぬとする福沢は、その難しい問題を解釈するためにこの書を書いたのではあるまいか。偽造やバックルによるところのあったのも、そのいわゆる文明史が文明を全体として取り扱っているためであったと解せられる。ただそれらは西洋の文明の立場に立って文明を考えているのであるが、福沢はそれによりながら日本の文明をやはり一つの文明として見、そうしてそれを文明と対照している。文明についての一般的解釈と日本の文明の歴史的考察とが並び行われているのもこのためである。文明の語の2つの用い方がこうして混合せられているが、それは単なる用い方のことではなくして、日本の文明を文明の域に進めることを考えねばならぬからのことである。ところが日本の従来の文明と西洋の文明とは甚だしく性質が違う。日本の人心は西洋の文明に接して一大混乱を生じた。しかしそれは日本人が西洋の文明を学ぼうとする強い意欲の表れである。けれども異質の文明を学び取るのは単なる学習ではなくして、むしろ文明の創造である。のみならず、日本人はそういう意義での創造にとどまらず、西洋の文明の日進月歩の運動に参加して、それとともにさらに文明を進めていこうとする。そうしてそれには文明の本質をよく考えねばならぬが、西洋とは違った過去の文明の働きに預かっていた日本人、そうしてさらに西洋の文明を知ってそれを学び、それに参加しようとする日本人は、西洋の文明の中にのみ生活していた西洋人の及ばない体験を持っているので、文明のことを考えるには西洋人よりも勝ったところがある。これが初言で言っている福沢の考えである。西洋のを学びつつ、日本人の力によってさらにそれを精錬し、それを進めていく。これは文明についての考えだけのことではなく、文明そのものに関することなのである。それを福沢は考えていたものと解せられる。以上はこの書について私が理解したところの主要な点を述べたのであるが、そのうちに誤解などありはしないかと密かに心配している。特にこの書は解いてあることが複雑であり、多岐にわたってもいるから、その真意を解するにはその点からも難しいところがある。しかしそれはともかくも、この書に解いてある福沢の意見なり主張なりが、西洋の学者から得た知識に基づいたことが少なくないにかかわらず、全体としては福沢に独自なものであり、そしてそれが外政有国の情から出たものであることは、ここに述べたところからも知られよう。何事をも学説としてよりは常識として語っている感があるのも、
人心の動き、特に情の働きを重く見ているのも、知識が日常の生活に溶け込み、また他年の経験によって人情の機微に通じていた福沢だからのことであろう。その見解が当時において時流に卓越したものであったのみならず、今日でも十分にその権威を保っていること、むしろ今日の時勢において特に適切なものを含んでいることも、またこの書を通読することによっておのずから明らかになるであろう。なお、この書の解題としては、福沢の全著作において、すなわちその思想の形成と発展との全過程において、この書の占める地位と福沢の経歴事業および当時の政治上、社会上の形成や思想界の状態との関係を明らかにしなければならず、またそれが世に与えた影響をも鑑うべきであるが、そこまで手が届きかねたことをここに付言する。